仕事です。今日はブログマス12日目です。今日は昨日ちょっと全く編み物の話をしなかったので、今日は何を話そうかなと思っていて、今日は最近編んでよかったな、編んでおいてよかったなと思っている、かなり昔に編んだものの紹介をしたいと思います。でもっとたくさん編みたいなと思っているものです。それがこのじゃん、この筒なんですけど、これはあのオパールの糸でスパイラルソックスってありますよね。こういう風にこれは表をこうかな、表を4目裏を2目っていうゴム編みを2、4、6段ぐらいやって、でそれを1目ずつちょっとずらしていく。次は裏1目、表4目、裏1目みたいな感じで、こう斜めに進んでいくような編み方ですね。それでただひたすら、筒に編んだものです。サイズは多分その靴下ぐらいの目数にしたんだと思うんですけど、でこれが何がいいかっていうと、寒い時にこれあのアームウォーマーっていうかリストウォーマーみたいにこうやってはめて、で例えばこういうちょっと、まあ、これ本当はちゃんとやれば長袖なんですけど、まあ、こう短い袖のニット着た時とかにこれを下に、これ結構長いんで肘まで実はちゃんとやればいくんですけど、袖みたいにこうやってつけておくとあったかいんですよ。これだけで結構やっぱり手首、足首、首がつくとか温めるとあったかいってよく言いますけど、これあったかいんですよね。でこれを手にもつけてるんですけど、全く同じこれをこれ足にも入るんですよ。で結局靴下のカフぐらいのサイズで、私は足首と、まあ、あんまり太ももじゃないや、ふくらはぎまでは伸ばせないんですけど、足首と手首は両方通るし、別にどっちかがすごくブカブカになるわけで、まあゴム編みなので、なので同じもので両方使えるっていう。で日によって手首が寒い服の日は 手につけるし、あとはまあ毛糸の靴下を履けない靴を履きたい時、あのダンスコっていう靴を履いてるんですけど、結構分厚い靴下だとちょっときついサイズで、なのでそういう時でも、でも足首が寒いという時はこれを足首につけたりしています。なのでこういう筒が1個あるとめちゃくちゃ使えるってことに最近気がついた。あとこのあったかさに気づいて、靴下もいいんですけど、靴下が履けない靴を履きたい時とか、あとは手にもつけたい時、このただの筒がいいんだっていうことに気づいたんですね。で今日はもうずっとこれをもっと編みたいと思ってて、もう1ペア作りました。こちらは、短めで、しかも、リブがないですね。これ本当にまさに靴下を作るいつも編んでる糸で、60目、1周60目で、上と下に12段だけゴム編みを編んで、あと真ん中はもう何段か分かんないけど、このぐらい、まあ糸がこれしかなかったので使い切りで作りました。
で実はこれは私前のエピソード結構前に話してると思うんですけど、靴下の編み機を持っていて、でそれでこうチューブを編んでたんですね、こういう感じ筒を。でそれを切ってゴム編みをつけたって感じですね。はい、でこれも手首につけるとまあこんな感じ、ちょっとこうゆったりしますけど袖って感じですよね。で足首にもちゃんと通ります。でちょうど残ってたのがこのぐらいだったのでこの長さにしたんですけど、まあ、十分暖かいかなと思います。これもちょっとしばらく使ってみようと思っています。なんかできれば毎日使いたいぐらいなのでもっとたくさん編みたいなと思っています。でちなみにこれは確か結構前にこれオパールの靴下編んだ残りの糸で割と太めのでザクザク編んでるような感じなんですけど、これ確かすごい短い輪針で編んだんです。ちょっとお待ちくださいね。ちょうどこの間お店で次これで何か編もうかなと思って、これはキンキアミバリさんの非対称輪針、非対称の短い輪針ってやつで、あ、ちょっとわかんないね難しいですね。ちょっとこの長さが違うんですよ、右と左の。あ、こんな感じ、確か23センチぐらい で多分長い方を右に持ってこう編むと編みやすいよっていう、本当にちっちゃい、この間紹介した袖編むやつより短い輪針です。でこれ靴下のこのぐらいのサイズでぴったりぐらい。でこれで確かひたすらスパイラルソックス編んでたんですよ昔。またやってみようかなと思ってちょっと出してきました。まあでも普通に私これはこれよりもアディのクレイジートリオっていう、あ今これ編んでるのと同じですけど、こういう3本の針で編む曲がる棒針、これの方がいいんですけど、まあそれは置いといて針は何でもいいんですが、ひたすら靴下の足首のところぐらいのサイズの筒を編んでおくと手にも足首にもはめられてめっちゃ便利であったかいっていう話です。はい、ということでもうちょっといろいろ編んでみたいと思います。でついでに今日は実は昨日の夜から始めてこれ作って、あと今日はもう一個完成させたのがこの靴下です。なんかちょっと対策のジャケット完成させて、まあ、まだショールとかあとこれ旦那さんに編まなきゃいけない手袋とかあるんですけど、ちょっと息抜きに簡単なものですぐ出来上がるもので達成感を味わいたい気分だったので、これも靴下の編み機でチューブを編んでおいたものにカフとつま先をもう前編んでおいてたので、あとかかと片方つけるだけだったんでこのかかとをつけました。こんな感じです。これも可愛い糸でしたね、もうないんですけど。はい、ということで今ちょっとまたこのソックチューブってとかソックスネークって呼んだりするんですけど、その靴下の編み機で編んでおいたチューブを活用してこのウォーマーとか靴下とか編むのがまたちょっと楽しいなと思ってきて、あとその靴下編み機でこれはチューブ編んでからかかととかは手で編んでるんですけど、全部編み機で編むこともできるんですよ。でもちょっとまだ全然使いこなせてなくって、まだ引っ越しの時に運んで箱に入れたままになってるんで、そろそろまた取り出して使ってちょっと練習しようかなと思っています。こうやるとこれ自体なんか糸のサンプルとしてもどういう模様になるか分かっていいですよね。でこのぐらいだったらそんなに編むのに時間もかからないので、まあ、お店でなんか編んだもの買いたいんですけどっていう方結構いらっしゃるので、こういう小さいものなんか出せるといいなと思っています。この靴下とかもしばらくお店に置いとこうかな。
でも自分で履こうかな、ちょっと迷ってますはい、っていうのが今日の Finished Object、 完成品でした。はい、では今日も見ていただいてありがとうございました。また明日。